アインシュタインは、高化学で用いられる、光子の物質量に関係した単位である。アインシュタインという単位名称は、1905年の論文において、光電効果の原因を解明し、光量子という考えを示したアルベルト・アインシュタインに、ちなむ。1アインシュタインは、1モルの光子が持つエネルギーと定義されている。ただし、光の光子あたりエネルギーはその周波数によって変わる。 同じアインシュタインでもエネルギーは数倍変わるので、アインシュタインはエネルギーそのものを表す単位ではない。実際はアインシュタインはエネルギーではなく光子の物質量を表すのに使われる。つまり、光子の物質量は10モルであると言いたいときに、光のエネルギーは10アインシュタインであるのように言う。この際、そのエネルギーが具体的にどれだけかは問題としない。 アインシュタインをジュールに換算するには、光の周波数か波長を特定する必要がある。光子1個のエネルギーは、プランク定数周波数なので、ナイコール3 9 9 0 3 1 2 7 1 2 8 9 3 4 3 1 4 1 0 1 0 j s モルに周波数をかければ、換算係数が求まる。あるいは、 hcna イコール 1.19626565638697009146038120-1jm モルを波長で割ってもいい。2019年に SI 基本単位が最定義されたことにより、プランク定数、アボガドロ定数、高速度がすべて正確な定期値になったため、それぞれの換算係数も正確な値である。 こうして求まる換算係数は J、モルである。アインシュタインは実質的に物質量であり、モルに等しいので、アインシュタインの値にこの換算係数をかければ、ジュールの値が求まる。なお、換算係数でなく、1アインシュタインのエネルギーを考える場合は、以上のすべての値に1モルをかけて単位から、モルを消しておく。アインシュタインは光合成の研究に用いられる。 それは、酸素の生産量が与えられているとき、それに必要な光の条件は、光の周波数ではなく光子の量であるからである。例えば、1モルの酸素を生産するためには、約9アインシュタインの光子が必要である。放射照度は、E、S 平方メートルとして計測することができる。なお、SI における、放射照度の単位は、ワッマ毎平方メートルイコールジュール毎秒。 平方メートルである。光合成有効放射は、アインシュタインの16倍のマイクロアインシュタインを用いて、E、S 平方メートルという単位で報告されることが多い。ありがとうございます。